どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、サイレントロードという非常にデッキ名かっこよすぎっていうデッキをね、ご紹介していきたいと思います。どういう、デッキになっているかっていうと、サイレントマジシャンっていうこの魔法使いをリリースして出せるこのモンスター、これが結局今最近割と魔法カード強くなってきてるんで、ライトロードとかもあるし、強いんですよ。でやりたいのはエヴァリーを立てながらサイレントマジシャン立ててエンドがしたいんですよ。制圧力めっちゃ高いですよね。エヴァリーサイマジエンドってすげえ強いじゃないですか。今までもフォーチュンレディデッキとかだと割とできてたかもしれないですけど、これねすげえその盤面整うんですよね、このデッキ。どうやってやっていくか、まず光の援軍とかソーラーエクスチェンジっていうこの非常に強力なパワーカード2枚、このスーパーパワーカードを使いまして、このルミナスライデンを押します。ルミナスで、ルミナスを蘇生してルミナスライデンの盤面を作りまして、でライデンでとりあえず墓地も増やしまして、でライトロードサマナールミナスが魔法使いなんですよ。魔法使いとチューナーレベル4でまずエヴァリー出しまして、で1体残ってんじゃないですか、場にルミナスが。それをリリースしてサイマジ出すっていう、かっこよっていうね、ムーブをねしていきたいと思います。20枚構築の方もあるんだけど、この20枚構築の方はまた別の動画にして、今日は30枚構築でジャッジメントドラグーンも出せる、こういうギミックにしてみました。魔法の使い手っていうスキルを使ってるのは本当に容赦してよ、ごめんナーフされるらしいんだけどね。魔法カード1枚は確定すると思うから、一応使い方自体はそんなに変わんないかなと思うけど、若干上振れてるみたいなイメージで見ていただければなと思います。ほんで何が強いかってさ、魔法の使い手これ引いちゃうこともあるから、なんかすげえ微妙な感じするんだけど、だからリスタートでもいいかなと思ってるんだけど、スキルはサイレントバーニングって、墓地に落ちるとこのカード除外してサイマチ持ってくるんじゃないですか。だから墓地に落ちたら手札が増えるんですよ。墓地に落ちたら手札が増えるってライトロードデッキに組み込むとすごい強いんですよね。すんごい強いの。あと墓地から特殊召喚できるとか、そういうカードを入れるとすごい強くて、でこれを墓地に落としましてサイマチをサーチするって動きが結構気持ち悪いぐらい強いから、これをやっていきたいと。で、やっぱちょっと蜂折っちゃうっていうパターンもあるんだけどね、もちろん蜂折っちゃうっていうパターンもあるから、それはちょっとデッキ20枚構築の方でカバーして、また次の別の動画にするんだけど、とりあえず30枚でジャッジメントもサイマジも立てようぜっていうマジやべえ制圧力のデッキを作ってきたんで見ていただきたいと、そんな風に考えております。で一応拾ってこれるようにね、これ蜂折っちゃったらもう蜂拾うとかもあるからたまに転生でね、墓地を落としたい、カードを落とすとかね、あるし、こういう、ギミックですわ。メインギミックは、ライトロードなんで、あまり変わんないんですけど、今までのライトロードと、変わってるところはこのサイマジが入ってるっていうところかな。結構楽しいんだよね。なんか、ぶん回った時の、宇宙感がすごい。ライトロードあるある。落ちたカード強かったら強い理論。この運ゲー感がたまらん。俺は。なんかいいんだよね。下振れてクソゲーかよっていうパターンもあれば、うわやべ神落ち方神神ゲーだっていうこともあって、二手に分かれる感じが使ってて愛されるべきデッキなのかなと思って、俺はすごい好きですこのデッキ。というわけで早速ね、サイレントロード沈黙の光の道やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、ジャック・アトラス選手、よろしくお願いします。デュエル3倍。この魔法の使い手のナーフがね、どうなるかちょっとまだ分かんないんですよね。だから、月は使ってはいるけど、3月の18だっけ ?18 くらいになったらまたちょっと検証して、魔法の使い手、ワナセンズの使い手がどうなったのかっていう動画も出していきたいと、そんな風に考えております。真面目か。バスターモード、なるほど。レッドデーモンか、レッドデーモンズ系か、これ レモンだったら嬉しいな。ジャックでレモン使ってるやつ、俺グッドボタン絶対押すって決めてんだよね。ジャック、キャラクターの、カードをキャラクターで使ってる人をにはグッドボタン押すって決めてる今。サイバーリオを除くサイバーリオを除く、 あとブラマジと、結局さ、キャラデッキって言っててさ、あれですよね、我々は環境トップデッキが嫌いなだけなんですよね、きっと。簡単に言うとあれなんだ、バスターモードかな。
バスもくせえな、バスもくせえ。トーナルの島狩り発動。一応6枚落とせる。7枚か、大丈夫、6枚か。で、最、来た、最強だ、最強だった、最強すぎた。で、サインマジ回収で、ソーラーエクスチェンジしていこう。宇宙見していこう、宇宙を見していこう。ソーラーエクスチェンジ発動。ソーラーエクスチェンジの効果によってライトロードモンスターを1体墓地送り、2ドローして2枚捨てる。2ドローして2枚捨てるってなんだ。ジャッジメント出せる。上振れた、楽しい。ライトロードの上振れ最高。ライトロードの上振れほど楽しいものはない。いけ、ジャッジメントドラグーン、ファイナルジャッジメント。オッケー、バスもオッケー、バスターモードオッケー。変身してバスターモード、ではレッドデーモンズドラゴンスラッシュバスター特殊召喚オッケー。よで、レッドデーモンズドラゴンスラッシュバスターが破壊された場合の効果、墓地のレッドデーモンズドラゴンを特殊召喚ができる。ただしジャッジメントドラグーンの効果は一旦時の制限はない。ああ、せやー、うわー、バトル、おらー、楽しすぎ、ちょマジで、上振れ最高、対戦、ありがとうございました、ほんま、上振れてごめんね。いやー、ライトロード使ってると、マジで嬉しくなるわ、なんか、上振れ、あ強すぎ、あ、いかし、仕上がりをぶち込んでいく、まあ、5枚だけしか落とせないが、あルミナス、あ、とりあえずサイレントロード、サイレントロードなんで、これで、サイマチを回収します。これで回収して、さあ、先行で芝買って、芝買った上で、手札が吹いていくが、まあ、ここは一旦ルミナスゲーするか。ルミナスゲーしようか。ルミナスゲーしよう。で、あ、ウォルフ出てきちゃう？ちょ、邪魔だな、お前。邪魔なんだよな。ウォルフ抜くまであんだ、これ。ライトロードは1、2、3種類、3種類か、3種類、オッケー、3種類、オッケー。で、ルミナス効果、もう将来がジャッジメント捨てて、で、ライデン、特殊、ライトク、ちょ、ほんと、ウォルフ邪魔なんだけど、ウォルフ抜こうかな。で、ライデン落として、で、フェリスは出てこない。もったいねえんだよな、これもったいねえんだよな。もういいや、エバっていくか。腕組んでエヴァル出すか。これさ、あ、でもあれか、44か、44まであるな、448シングルまであるか。あ、でもフェリス、あー難しいな。さすがにエヴァルいいか、さすがにエヴァルいいじゃね。わかったわ、これエヴァル出してエヴァル即リリースタイマチだ。来たわこれ、神だ。こうすんじゃないですか。エヴァリーこうして、でこれでサイマージだ。ちょ、ウォルフ邪魔なんだけど、ウォルフ解かねえかなこいつ、邪魔なんだが、ただ収録か。これで、相手のプレイングによってはワンチャンエヴァリー出さねえまである。これ相手のデッキによっては、ワンチャンエヴァリー出さずまでありますよこれ。次ジャッジメントしてから。さあどうするんでしょうか。モンスターしか出さなかったら俺はエヴァリーは出さない。モンスターセットエンドとかだったらエヴァリー出さないまである。あー、モーネフか、おじさんか、おじさんなんだったら出してもいいかな。おじさんだったらエヴァリーだな。エヴァリーで、あ、そう、殴っていく、殴られていく。で、一応サイレントマジシャンの効果発動。サイレントマジシャンの効果によってデッキよりサイレントマジシャンレベル8を特殊召喚。さあ、お母さん出てきた。いやー、ウォレフ邪魔。エヴァリーここは効果発動しよう。で、墓地の魔法使いとかモンスター1体をこのゲームから除外し、エンドフェイズ時、このモンスターを守備表示で特殊召喚できる。そして自分のスタンバイフェーズ、相手のフィールド上のモンスター1体を選んで除外するぜ。さあ効果を使うこと、うわいらねえ、今クソいらねえ。いや、ウォルフ邪魔、ウォルフガチで邪魔。あ、除外できた、除外できたんだけど、攻撃表示、え、これ勝ちないの。もうじゃあ勝ったんだけど、勝ったわこれ、勝ってねえか、なんだこれ。あ、でも2100か、わ、やばい。これ窓将来か、窓を将来してやつか。カナディア、オッケー、カナディア、オッケー。もう、窓を将来、もう使うなや。あ、でも、あれか、2100ダメージだったら一応いけんのか、窓を将来。これからも。1500だっけ。あー、カナディアね、オッケー。
カナディア湧いてくれ。くっそだるいな。あれだ、まあいわゆるだ、まあ、脱法ではないんだけど、いわゆる、まあ、世間で言うところの脱法者ですね、基本的には。もちさ、その心理でさ意識低いやつマジ許さないからな。魔導将来使って、ま、俺も魔法の使い手使ってるんだけどな。やべえっすけど、すんげえブームだ飛んできそう。で召喚師アレイスター、で召喚魔術 OK で、召喚魔術の効果で今出せるのが多分ね、呼吸しかないんだよね。呼吸しかなくて、呼吸塗装しかないから、エヴァリーで処せる。あんなゴミみたいなモンスターは、あんなカスみたいなモンスターは所詮エヴァリーのまとるしかないから。ちょっと起きてないのうざいけど、起きてないのはうざいんだが、回収していく。 OK、 殴ってはくんない、これ。あ、殴ってくれる。あ、なるほどですね、なるほど。流域するよそれ。であれば、ドロー。あ、今いらないね。まあこれは反転じゃないですか。反転して、で底なしはだるいね。底なしはゴミほどだるい。セットして、でジャッジメントドラグーンで、ジャッジメントで、これ殴ってアレイスター吐かせてよりもぶっ飛ばして蘇生が強い気がするな。ぶっ飛ばして蘇生強いんじゃない、これ。これ呼吸と蘇せないけど、ちょっとそこらへんされたエヴァリー今邪魔だからさ。でしかもサイレントバーニング墓地送りてえし、これぶっ飛ばしじゃね。デッキまだ切れない、ぶっ飛ばそう。ぶっ飛ばす合ってる、これ合ってるよね。ファイナルジャッジメント、さあ底なし、そこ、あ、高超高等底なし回避プレイング。超高等底なし落とし穴回避プレイングだ、これ。遊戯王は神ゲーだ。さあどうするんでしょうか。いや大丈夫だよ、あ、それ何もしなくて大丈夫、それは何もしなくて大丈夫です。ユキ君考えなくても、呼吸の知らないから OK で、サイレントバーニング効果サイマジ回収していく。 OK、 もう出せないんだけどね、出せないんだけど。でセットしてブラフ でバトルで、これをぶん殴ってアレイスターを使わざるを得ない。アレイスター使わざるを得ない。よし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 、いいぞ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 、楽しいのだ。あ、 OK で、ミネルヴァ OK。次のターンで決められるか。1900、1900か、1900つらいか、1900つらいか。ゼピロス、ゼピロス落ちたな。あー、セイデンか。で次エヴァリーが帰ってきて、でゼピロスがいる。あ、こうよー、なるほど。コズミックサイクロンでそこ、除外してくれる。で静電効果でモーレフか、 OK。 まあしゃないよな。でモーレフ召喚して、今効果使う必要はないからエンドか、ここでエンドな。まあエンドじゃなくてもいいか、裏にしてもいいけど。さあとりあえずこれ返せるんじゃないか。エヴァリー蘇生して、エヴァリー帰ってきて、コキュートスは除外する。でコキュートス除外できなかった場合はジャッジメントが残る。ジャッジメントが残ると、モーレフは死ぬ、静電死ぬ、静電効果はバトルフェイズを行えない。まあ、エヴァリーは蘇生する。さあとりあえず難しくなってまいりました、非常に難しくなってまいりました。エヴァリー特殊召喚、そしてエヴァリーの効果はさすがにこれモーレフするでしょ。モーレフするはず、さすがに。まあまあするよね。でモーレフ効果で、霊神の静電使って送りながらの裏にしていく。絶対このターンで決めないとプルが飛んでくるから、絶対このターンで決めないといけない。反転ですね。でこれは何ですか。あ、ゼピロスですね、ゼピロス。だからあとライフポイント900、ファイナルジャッジメントして、まあ、ちょっととりあえず反転する必要もねえか。これファイナルジャッジメントして、ファイナルジャッジだ、ファイナルジャッジメント、神だ、神プレイ。で縁が別にいいや、こうじゃないで、ゼピロスこうかで、ファイナルジャッジメント戻してゼピロス即召喚。神
神ゲーだ、神ゲーだった、バトル、おらえ、神ゲー好き、遊戯王って、遊戯王って最高だな。対戦ありがとうございました。このデッキ楽しいな。あの事故るけどね、たまに事故るよ。あのサイレントバーニング初手めっちゃ来るとかあるからでなんかぼちくわしミックねとかあるけどね、全然あるんだけど、これはガチで強い。これバッチクソ強い。この手札はバッチクソ強い。でフュージョンサポート OK、 フュージョンサポートは OK、 フュージョンサポートなんだこれ、サイバルじゃねえのか。ソーラーエクスチェンジ、さっきかな、ソーラーエクスチェンジ、ミネルバでいいか、ミネルバ OK で、ミネルバ効果で1枚落とす。で、ライデン落ちた。ライデン落ちた。で、ルミナスもある。ルミナスもある。で、ソーラーエクスチェンジ。で、なんか、何の仕事もしない、このニートを捨てて、ニートを捨てて、ツードロー。で、援軍して、さらに、やばくない？どんだけぶん回せんの、このデッキ。やばいんだけど、あ、でもジャッジメント落ちちゃった。でも、とりあえず、サイマジは回収だ。手札増える。めちゃめちゃ手札増える。で、回収だ。で、これやべえ、8落ちそう、レベル8落ちそう。で、円弦ファーってやって、あ、落ちたわくそ、落ちやがったか、ちくしょう、あいつ落ちやがったぞ。で、ルミナス召喚じゃん。で、ルミナス効果、ルミナスだ。で、ルミナスだ。でもジャッジメントは出るから、あとは拾えばいい。で、ルミナス、フェリス、ライデン、はい、はい、ライデン行こうか、はい、はい、全部折った、さばき全部折ったやんけ。これは、ミカエルですね。で、こうですね、はい、強すぎだろ。どんだけぶん回してんだよ。高校2ターン目でデッキ25枚掘ったぞ。で、ライトロのミカエルの効果でサイバードラゴン除外して、で、死者転生発動。死者転生の効果によってライトロードハンター来航は墓地の振り、ジャッジメントドラグを回収。そして俺は魔法使いとかモンスター一体をリリースし、ライトロードサモナールミナスを特殊召喚。そしてジャッジメントドラグも特殊召喚黙れおらー、あ、なにじゃ、クリーボールでしょ。あ、でもクリーボールでも無理か。うわー、最悪やー。カイトロイド強すぎなんだけど、マジでキモ、キメえんだけど、マジでキモすぎるんだが、このモンスター、ちょ、やばい、うわーったわあ！これ何これ？マジでどういうこと？止めろ一応。何これ？何がしたいの？サイレントマジシャンの効果でなんかサイバー的フィールドサポートとかいう謎のカード止めていく。ふざけんなよマジで。負けだよ、ターンエンドしろよ。ターンエンドすれば勝ちだよそっちの。サイバーダークエッジ。なるほどな。サイバーダークエッジ？どういうこと？あ、ちょっと殴るってこと？どういうこと？どういうこと？あ、そういうこと？あ、そういうことしちゃう？2回負けたんだけど。